車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造ジャーナリスト、ズッチーパフォーマンスです。今回は東京店から車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは主治医の飯村さんです。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちらなんですけれども、はい、多分みんなハテナマークだと思います。そうですね、一部の方は、はい、あってもう気づいてる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、多分今回はなんでっていう方の方がおそらく多いんじゃないかなと思いますので、だと思います。順番にちょっとご紹介させていただきたいと思います。でこちら日産のキャラバンなんですけれども、はい、こちらのキャラバン普通のキャラバンではないんですよね。普通のキャラバンではないです。まあ経緯とかいいのかな。まずこのとりあえず紹介するキャラバンなのかをまず、あ、どなたのキャラバンなのか、はい、はい、こちらはですね藤原博さんという方のキャラバンって言ってもまずアテナマークだと思うんですよ。はい、でまず藤原博さんってめちゃくちゃ有名な方なんですよ。めちゃくちゃ有名です。もう僕でも知ってるぐらいなんですけど、肩書きとしては何になるんですか。肩書きとしては、まあ、デザイナーという肩書きもあるし、まあ、音楽もやってるし、なんかミュージシャンでもあるんですね。そう CD 出したりしてるし、はい、ライブやったりしてるし、だとなんかいろいろ調べたらいろいろプロデュース業もなんかされてたりだとか、あとなんか大学の客員教授もやられてたりとか、もう本当に幅広く活躍されている方で、もう本当に世界的にも有名なんですよ。世界的に有名です。でなんかそのプロデュース業のところで行くと、うん、なんかあの渋谷の宮下パークに入ってる、あ、そうそう、ホテル、スターバックスのなんかプロデュースもしてたりだとか、あとはもう数々の有名ブランドだったりメーカーとコラボしてたり、ナイキとかモンクレールさんとコラボしてたりとか、うん、はい、でもうすごく有名なんだなっていうのは僕も知ってたんですけど、でそのすごい人なんですけど、はい、まずそこのこれキャラバンっていうところがつながらなかったんですけど、うん、これもう仕事の車ってことなんですか。そう、お仕事で使うための車として用意したということで、そのままね乗るっていうのは、まあ、ありえないし、まあ、広瀬さん自身もすごく車が好きで、自分で乗ってる車は何かしら手を加えて乗ってる方なんで、まあ、今回これやってくんないって話からスタートしたというのが実際のところです。でお手伝いさせていただいて、はい、って感じなんですね。はい、でその流れは分かったんですけど、うんうん、まず藤原博さんと飯村さんが多分見てる方ほとんど繋がらないと思うんですよ。はいはい、なんでって、はいはいはい、そこの経緯も聞いていいですか。そこの経緯は、はい、まあ、もちろん直接ダイレクトにね、つながるということはあんまりない方だと思うんで、こうお客様の紹介だったり友人の紹介だったりっていうところからやっと広瀬さんにたどり着けて、そうなんですね、僕がここの、その、まあ、仕事、この仕事をするときにやっぱりそのずっと憧れてる方だったんで、まあ、やっと10年ちょっと経ってこう近い区まで来れたっていう。で一緒にお仕事と言っていいのか分からないですけど、お仕事いただいてやらせていただくことができたということ で、はいはい、で今回のこちらの車なんですけど、はい、さすがに藤原博さん級になると藤原博さん主導でカスタマイズっていうことになるんですよね。もちろん、一応こういうのはどうですか、ああいうのはどうですかみたいな提案も、その博さんがどういう感覚で、車を作っていくのかっていう部分も僕らも知っておきたかったしっていうこともあって、まあ、最初の段階ではこういうのもあります、ああいうのあります、ここいいんですか、ああですかっていう話はしたんですが、基本的にはヒロさんがこうしてああしてっていうところを、言ってもらって今回形になったという。じゃあこれを実現するんだったらこういう手段を取った方がいいですよとか、はいはいはい、こういうふうにした方がいいですよっていう、うん、まあ、技術的なサポートがメインでやらせていただいたということ で、うん、でまずカスタマイズって聞いたんで、はい、結構ガラッと変えちゃうのかなと思ったら、うん、なんか意外にこう仕事の車感というか、うん、が結構残ってるなっていう印象なんですけど。そうね、藤原博さんが作るものっていうものって基本的にはあんまり大きくこう原型を変えるっていうことを何にしても、まあ、そのアパレルとの服だったり何にしてもそうなんだけどしないので、そのノーマルの状態を生かしたプラスアルファみたいな、ちょっとニュアンスを変える的なです。なんでもう詳しく聞いていかないとどこがカスタマイズされてるのか分かんない感じなんですけど、はいはい、まずこのボディカラーに関しては、うん、これノーマルなんですよね。そうです、ステルスグレーっていう日産の純正色で、最初はオールペンをしようかみたいな話もちょっとあって、ただこのステルスグレーっていうのを原車見たら、あ、いいじゃんみたいな話になって、まあ、オールペンはなしになって下側だけ塗ってった。あ、これ下側だけが塗られてるんです、はい、ここ
ここがもともとまずメッキで、はい、あここメッキだったんですか。そう、ここは純正のボディカラーで塗って、はい、ここから下を、マットブラックで。あのバンパーもこの色だったってことですか。バンパーもこの色でした。あそうなんですか、はい、結構この手の車って、うん、まあ、仕事だったりだとか、うん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 、あとはその趣味とかで割とこう良き相棒として使う車なんで、あんまりこう派手な色というかおしゃれな色ないですけど、うん、この色いいっすね。そう、日産のキャラバンは意外とカラーバリエーションが豊富で、まあ、こういうステルスグレーがあったり、なんか焦げ茶っぽいブラウン系の色があったりで、まあ、意外とこういろんな色が選べる。じゃあそんな丸と変えなくていいかなということで、下側だけ、うん、でここも全部メッキだったんですか。ね、はい、ここがメッキだったんです。あ、ここがメッキ。そう、このあの1個ずつ聞かないとわからないです。日産キャラバンの象徴的な V なんちゃらとかっていうのがあるらしくて、ここがメッキだった、はい、そしてさすがにここはあれですね、最初から黒じゃないですか。じゃないです。黒く塗ってると。塗りました、はいはい、そしてバンパーも全部塗ってんですか。これ塗りました、これツヤ黒じゃないんですね。そう、やっぱりそのマットを使いたいっていうことだったんで、一番そのザラザラになる手前の一番ツヤが引けてるマットを使って塗ってます。この辺の車いじるのすっごい難しくないですか。すっごい難しい。なんかもうカスタムカーにしちゃうと、うん、もうなんかそういう雰囲気になっちゃうじゃないですか。そうでやりすぎるとちょっと子供っぽくなっちゃったりもするし、そうやらなすぎるとこう仕事の車が出ちゃうじゃないですか。絶妙なところであるんですけど、結構塗り分けて、はい、まあ、元のそのキャラバンの良き相棒な感じはかなり残ってるので、はい、なんかあんまりそんなにこう触ってる感じないんですけど、はい、横も、はい、横行きますか。あ、で ここはね、はい、もともとメッキだったの。あ、そうなんですか。そう、をボディカラーで塗ってます。なんか国産車ってこう仕事の車なのにメッキのミラーとか多いですよね。そう、意外とね、うん、なんか欧州とかあんまりそういうニュアンスないですよ、ね、うん、うちの積載車もミラーのメッキだったりするよね。なんかトラックとかそういうバンとかって結構メッキだったりしますけど、うん、今回はボディ増殖で、はい、これだいぶ雰囲気違います、ね、雰囲気違うね、やっぱり。そして横もツートンで塗り分けてるんですか、はいはい、これ塗り分けました。これちょっと本当にあの絶妙な感じで、そうだから、ここが結局プレスラインも何にもない、ね、とこにラインを引いてるんで、最初そのフロントバンパーのこの位置と、はい、リアバンパーのあの位置がこうなってたらまずいなみたいな。あ、確かにすごく心配だったんだけど、はい、奇跡的に、あ、そうなんすか、水平、ほぼ水平なんで、ラインを引いてツートンにしてる、はい、ツートンにしてます。だこれ白でやっちゃったら、うん、もうザ仕事の車になっちゃう。そうね、ちょっとポリスっぽくなるね。なりますよね。なんでこの今回このグレーでやってるんで、はい、絶妙な感じになってる、はい、で足元もこれ塗っちゃってるんですか。足元も塗っちゃってます。最初まあ鉄筋のままスチールホイールにホイールキャップなんで、ホイールキャップ外してそのままでもいいかなと思ってそれで進んでたんですけども、ちょっとなんかイメージが違うなと思って、急遽最後の最後でスチールのキャップを同じ色で塗って、で最後テンターの日産のマークが塗っちゃうと塗りつぶされちゃうんで、ステッカーを作って、かすかに日産のロゴが入ってると消しちゃうんじゃないんですね。だからそこはやっぱりニュアンスだけ変えるってところなんですね、はい、だここも鉄筋だと本当仕事感出すぎちゃって、そうなのよ。車外のこのホイールにしちゃうとこうやってん中で出ちゃうじゃないですか。そうだ、あくまでも自然になんかないですけど、うん、あのキャラバン藤原ひろしエディションみたいな、うんうん、そんなニュアンスなんですかね。そうだから、その本当ね、鉄筋だと仕事感がなんか汗臭い感がすごく強くて、これをキャップつけるとなんかそこがこうちょっと中和される。自身、あの藤原ひろしさん自身が、まあ、乗るかどうか分からないですけど、うん、そのお仕事で別の方が乗られたりとかっていうのも、うん、なんかちゃんと考えてるんだなっていう感じはしますよね、うん、だから今回ローダウンももちろんしないわけですよね、はい、してません、はい、というわけで横のシルエットはこんな感じになる、はい、そしてこっちにロゴが入ってるんです。ロゴを、はい、入れました。あの消すんじゃなかったんですかっていうロゴを入れました、はい、グリルのメッキの日産は消すし、はい、ホイールのやつは見えなくするけど、横はこう再現してる、はいはい、というわけで日産キャラバンと、その下のアルファベットがフラグメントってことですね。フラグメント、はいはい、あとフラグメントのマークと、一応その塗った後にステッカー貼って、で最後クリアで閉じたんで、まあ、角から剥がれてくるとか、まあ、万が一板材取れちゃうとかいうこともなく、クリアできっちり覆ってる感じです。
確かにステッカーってこう年月経った時に劣化しちゃったりだとか、うん、剥がれてきちゃったりすると、うん、お手軽感がより出ちゃってこう、そう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 、なんか残念な感じになっちゃいますよね、うん、それちゃんとマットでも閉じてある、はい、はい、でこのサイズ感だったり位置とかっていうのも、うん、藤原博さん の, そのイメージのやつの完全再現、完全再現なんですよね、はい、だからあのもうちょっとこっちにした方がいいですよとかっていうんじゃなくって、うん、もう忠実に忠実に藤原博さんもらったイラストというか画像をもう本当に形にした、はい、だから消した分なんかちゃんと足してんだなっていう、足してる、はい、足しだと引き算やられてると、はい、で他あとだからノーマルっすもんね、そう基本的にはもう本当に塗っている感じで、あとまあ後ろ、はい、後ろもこの塗り分けのまんまリアバンパー繋がってるっすね本当に、そう、はい、その位置がね絶妙に良かった、うん、そしてあとはもうテールランプいじったりだとか、うん、キャラバンって最初からミラーないんですか？ないです。あ、そうなんですね、はい、あ、まあこのグレードはもちろん一番下とかだったらもしかしたらあるかもしれないけど、はい、その辺もないんですけれども、はい、後ろのここに日産の大きいロゴが、はい、ここがちょっと派手なマークだったんですけど、はいはい、若干思ったのは、うん、昔のハイラックスとか、そうちょっとクラシックなね雰囲気が出るかなと、そんな感じなのかな、ハイラックスのピックアップのトラックの2台にこうトヨタって入ってるじゃないですか、うんうんうん、あれをだから消してる日産の分をこう足してるのかな、うん、はい、エンブレムは全部取って、あ、そうっすね、そうここにあったのを全部外して真ん中も外して、で真ん中外したもしかしたら穴開いてっかなと思ったけど開いてなかったんで、あ、そうなんですか、なんでここもステッカーを作って貼ってクリアを全部入れてます、はー、でパッと見なんかいじってないように見えるんですけど、すっごい面倒くさいことやってる、そうすっごい面倒くさいことやってるエンブレムとしてあってでこれもクリアで閉じてるんですよ、クリアで閉じてる、だから質感すごくいい、なんか塗り分けしたみたいな、そうそうそう、そんな感じになってる、で後ろにもちっちゃく、はい、ここにも入ってます、僕自分でブランドやってないんですけど、うん、もしブランドやってたらもうでっかく持ってくる、ドーンドラッグウェアとって入れちゃうんですけどここはすごい控えめなんですよ、はい、さすがです、だからこの辺はだから本当に仕事でその使うっていうところを日常使いを入れてるっていうさじ加減なんですね、こんな感じの FC、はい、あ、でここも塗ってます、はい、あ、でここも塗ってます、メッキだったんでボディカラーで、なるほど、はい、じゃあメッキのパーツは今回ほぼ全部消してる感じ、メッキは全部消し込みしてます、なるほど、はい、じゃあ本当になんかうちでよくカスタマイズさせていただく車となんかちょっとつながる、うん、ところもありつつも、そうね、輸入車とつながってます、こんなカスタマイズになっております、はい、さあそして、はい、外観をこんなちょっとちょこちょこっとニュアンス変えただけではないんですよね、です、中がびっくりということで、はい、見せていただいてもいいでしょうか、開けます、ご覧ください、ご覧くださいって言っても多分みんなハテナマークだと思うんですよ何言ってんだこいつ、僕初めて見た時これが何だか分かんなかったっす、そうだよね、これ実はこのカーペット的なものが張り替えられてるんですけど、はい、これはなんとペルシャ絨毯なんですか、そうです、ペルシャ絨毯をユーズド加工して販売している海外の会社があって、そこから取り寄せて、はあ、だなんか一点物なのよ、あ、全て、そうなんすか、そう、既製品とかじゃないんですか、そう、フロアを剥いで、はい、でフロアカーペットをペルシャ絨毯のものに変えたと、聞いたことないです、床絨毯張りぐらいまでまあギリ聞いたことあるかもしれないですけど、板張りとか、うん、ペルシャ絨毯、そうだからね、最初板張りっていう案もあったの、へ、うん、その純正みたいな、はい、ウッドフロアみたいな案もあったけど、最終ここに着地して、まあ、型を取ってもらって張り替えてもらったと、井村さんが手配してそうです、ここで張り替えられましたということで、はい、はあ、やらしい話なんですけど、はい、安くないっすよ、高いですもう一回聞きますけど仕事で使うんですよ、高いです、何も乗せられないです、何も乗せられない、すみません、まず靴脱ぎますねって感じですけど、本当これを全部張り替えてると、そしてこのちゃんと模様があるんで、それのセンターに来るように、うん、全部合わせて張り替えてる、はい、張り替えてあります、ただものじゃないですね、やっぱりそうだから本当なんか奇跡的にこのキャラバンの荷室のサイズとベースのカーペットのサイズが良かったんで、このマークのメインが、ね、場合によってはほら前に行っちゃったりとか、変に後ろに来ちゃったりとかっていうんじゃなくて、きちんと真ん中の位置、いい位置に来たんで、これは奇跡だなと。僕思うんですけど、もっとこのファッションとかお家とか、うん、それ車とかってもっと融合した方がいいと思ってたんですけど、もう融合されてました、はい、というわけでこんな内装になって、はい、さあそしてそのペルシャ絨毯なんですけど、はい、なんとカーペットだけじゃなくて、はい、マットもこれ作ったんですか、そうマットも
ここはフロアで来てて、はい、でここもまあフロアで来てるんで笑っちゃうんですけど、この上はもともとマットが引いてあったんで、はい、フロアマットも同じ生地で作って、でこれ後ろの席だけじゃなくて前の席も、はい、前の席もこれワンフで作るっていう、はい、作りました。この発想はないっすね。だからなかなか飯村さんびっくりしなかった？びっくりした基本的に内装色って黒じゃない、はい、なので余計にいや大丈夫かな、確かに明るい、ね、こういうものを持ってきた時に、はいはい、すごく違和感が出ちゃったらどうしようって思ってたんだけど、まあ、ヒロさんが言うことだし、はいはいはい、分かりました。さすがに世界で発覚してる方なんででやったらさすがにうまくまとまってるなというふうに思います。さあというわけで今回、はい、藤原宏さんプロデュースって言っていいんですかね、あの自分で乗るプロデュースですよね、うんうん、まあ、自分のニュアンスが入った車ってことなんですけど、うんうん、あのもっとなんかいろんな業界のこの何ですか、いろいろ取り入れられるものあるんだなって思いました。そうね、だからこの内装に関してなんか言ったら、まあ、僕らでは絶対に発想出てくる発想じゃないじゃないじゃない、これっていうのは結構すごいなっていう、そう、すごくやっぱりすげえなっていう。でそして今回こんな有名な方と、はい、あのお仕事させていただいて、はい、こういったこともできますんで、はい、あのキャラバンのカスタマイズ大丈夫ですか？いや大丈夫だと思います、はい、というわけでいろいろできると思いますんで、はい、だからまあ全部なんかこう全部なんですか、すごくかっこつけた車だけじゃなくていいと思うんですよね。なんか本当に仕事で使う車とか、例えば奥様が乗られる車でちょっとおしゃれにとか、はい、ちょっとニュアンス変えたいんだとか、うん、そのまんま乗るのはちょっとっていうのも相談いただければいろいろできるんじゃないかなっていういろいろ可能性を感じます。そうね、だから僕らの会社のカラーとしてはやっぱりちょっとの差がこんだけ違うんですよっていうところもすごくこう追求してきたところなんで、こういう、まあ、本当にノーマルから大きく変えるんじゃなくて、実はこうなってますよ、なってますよっていうのは得意なところなんで非常にやりやすかったなと思います、はい、というわけで実は藤原宏さんの乗ってるキャラバンはうちでやらせていただいたっていう、はい、そういう動画でした、はい、というわけで各種 SNS とボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。